さんこんにちは、森崎アリスです。はい、あのですね、今回はめいちゃんの年末タグゲームが回ってきましたので、あのタグゲーム参加したいと思います。イエーイ。問題1個目です。タイムマシンがあれば2014年のいつ頃に戻りますか？タイムマシンがあったら2014年はね、でも本当にいろんなことがあってあれなんですけど、なんだろうな。でも本当にこれはマジで戻りたいって思うことなんですけど、私あのダイエット企画をやらせていただいたんですよ。企業さんで2ヶ月間やらせていただいたんですけど、あのサプリメントを飲んで痩せていきましょうみたいな。で月5キロで2ヶ月で10キロぐらい痩せましょうみたいなのが、コンセプトであったんですけど、私食べロケとかやっぱり、前回の質問でも言ったんですけど、食べロケとか行っちゃうのでどうしても両立ができなかったんですよ。でも結果、10キロ痩せましたけど、でもやっぱりなんだろう、なんかね、ちゃんとこの企画にこうまっすぐやりたかったので、そこをタイムマシンで戻って食べロケとか全部なしにして、その2ヶ月間だけ断って、もうそのダイエットだけにちょっと集中してみたいなって思いました。その2個目、2014年が終わる前にやっておきたいことは、言うてあと3日ですね。言うてあと3日しかないですよ、2014年。なんだろう。でも特殊メイクは、動画は1個最後に出したいなと思ってます。特殊メイクで遊んでみた動画、5分間チャレンジとか出したいなってちょっと思ってるんですけど、できるかな。質問3つ目、皆さんにおすすめしたい曲は何ですか？おすすめしたい曲ですか？完全メイド宣言っていうグループがあるんですよ。で、ひとみちゃんのこれ、はい、これひとみちゃんなんですけど、ひとみちゃんがグループでやっていて、今1年間限定でその感銘が復活してるんですよ。で、その感銘の中の永遠メイド主義っていう曲があるんですけど、そのアットホームカフェっていうのが秋葉原になって、で私取材で前1回行かせていただいて、私も本当に昔ある番組を見てからもう10年ぐらいひとみちゃんの大ファンでですね、本当プライベートでまさかこう突然ね、なんかお会いできる機会があるなんてっていう感じだったんですけど、本当に神なんです。私にとって神なんですよ、ひとみちゃんって。なのでぜひ感銘聞いてもらいたいなと思います。質問4、4つ目、今年好きなものトップ3は。トップ3、3位からですね発表します。じゃーん、面白いサングラスたちです。はい、これはね、去年の私夏にこれ買ったんですけど、今年の夏にはめっちゃつけてました。これで原宿とか渋谷とかずっと歩いてました。じゃあ、こんなものもいただいたりとか、サッカーのね、ジャパンって書いてあるサングラスです。可愛くないですか、これとかですね。じゃーん、こんなものもあります。ぐしゃぐしゃです。最近すごくよくつけてる、はい、これですね、キティちゃんメガネです。これは浜野さん仕様なのでこんな感じになってます。最近私このサングラス立て目してる時に、こうやってね、目薬さすんですよ。このままさせるから毎回電車で目撃されるんですよね。これ刺してこうやって言ったら、アリスちゃん目薬の刺し方やばくないみたいな、今目薬刺してましたよねみたいな。でレンズがない伊達目で目薬こうやってぶっ刺してたから面白すぎましたみたいなのすごい言われるんですけど仕組みはこんなになってます。はい、モヤモヤが解けたかな。はい、こういうのが大好きです。でもやっぱり一番の気に入りはこのお目目ですね。めっちゃ可愛いよ。トップ
2、トップ2っておかしい、テスト 2？ はい、セーラームーン。はい、私昔からあのセーラームーンになりたいって今でも言ってるんですけど、あのセーラームーン、この表もセーラームーンなんで、そうですね、本当にセーラームーン大好きです。で、なんでセーラームーンが2位なのかというと、注目の第1位はですね、シロタです。あー、かわいい。はい、シロタです。なんでセーラームーンになりたいと言っている私がこのシロタ第1位なのかというと、シロタってあの誕生してもう15年ぐらい経つんですけど、その記念のシロタが発売されたんですよ。で、普段シロタってこのお花がね、茶色なんですけど、このシロタともう一個今あるシロタは限定バージョンで、当時の毛のモフモフ感とかお花とかが再現されているシロタンなんですね。なので私のお友達になったシロタンと同じモフモフ感のシロタンが手に入って、もう本当にもう毎日片時も離さずにこうやってグーってギュッてしながら寝てます。はい、ということで3はそんな感じでございます。それでは質問5番目、はい、来年挑戦したいことは。はい、来年ですか。もうね、あと数日で来年になってしまいますけど、来年挑戦したいことはやっぱりメイクのクオリティをもっともっと上げていきたいということと、あと今年に入って本当にバラエティだったりドラマだったりのオーディションが最終審査とかまで呼んでいただけるようになって、来年ですね、何かできるのであれば役を何か一つですね勝ち取りたいかなと思います。ということで来年もよろしくお願いします。はい、そしてこの年末タグゲーム、次に回す2人を発表したいと思います。1人目は、まみきちゃんにやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。そして2人目は、はい、はい、新立美香ちゃんにやってもらいたいと思います。はい、まみきちゃんと新立美香ちゃんタグゲーム、よろしくお願いします。2人の Q&A 楽しみにしてます。はい、ということで森崎アリスでした。